霊夢、調子はどうなんだぜ？あんまり良くないけど、少しずつ進めてるわ。先週はこんな感じだったけど、少しずつ進めてだいぶバランスも整ったと思うわ。どんな感じになったんだぜ？こんな感じになったわ。おお、だいぶ良くなったじゃねえか。でもなんかうまく書ける気がしないのよね。それに時間もめっちゃかかるし。まあ、しばらくは忍耐だと思うんだぜ。しんどいけど頑張るわ。まあ、精神的に負担にならない程度に、少しずつでもいいと思うんだぜ。ところで前回は、初級者がスランプに陥った時は書きまくるべき。って、マリサは言ってたわよね。そうなんだぜ。今回はその理由について話そうと思うんだぜ。よろしく頼むわね。霊夢はスランプって聞くと何を思い浮かべるんだぜ？スポーツなんかでよく聞くわよね。そうだな。ちょっと話はずれるんだが、中の人、テニスをしてるんだぜ。それが何か関係あるの？それが、ちょうどテニスでもスランプになって、回復したところなんだぜ。その時のエピソードがこちらなんだぜ。あれ？おかしい。打てぬ球などほとんどないのに。あんた、足が変よ。え？スイングじゃなくて？足がクロスしてるから、スイングが苦しくなる。でも、オープンにすると、振り向きやすくなるのよ。おお、なるほど。やった、入った。やるじゃない。これがスポーツのスランプなんだと思うんだぜ。スイングとかのフォームがいつの間にか狂っちゃって、スランプに陥るわけね。そうなんだぜ。そんな状態で闇雲に練習しても、かえって悪くなりそうね。それもあって、しばらく離れることも有効なんだぜ。でも、この漫画みたいに、的確なアドバイスみたいな、ちょっとしたきっかけで復活することもあるんだ。じゃあ、イラストの場合はどうだと思う？変な癖がつくってのは考えにくいわね。線がうまく引けなくなったとかならわかるけど、私の場合、体のバランスがうまく描けないとかだからねー。そうなんだぜ。ここがスポーツとイラストのスランプの違いだと思うんだぜ。これを踏まえて、なぜ初級者は描きまくるべきかについてだが、イラストのスランプの原因は、ダニングクルーガー効果にあるからだと思うんだぜ。何そのダニングクルーガーって？霊夢はこんなグラフを見たことないか？横軸が能力、縦軸が自信なのね。そうなんだぜ。で、あんまり能力が高くないところで、自信満々になるところがあるだろ？そうね。多分今まではそこにいたんだと思うんだぜ。でも、練習したり、他の人のイラストを見たりしてるうちに、自分の実力のなさに気がついて、自信は急降下。この落差からスランプだと感じてるんだと思うんだぜ。そうするとスランプを抜け出すためには、上手くなるしかない。そういうことか。実は、スランプになってから、いろんな人の意見を知りたくて、スランプに関する情報を探しまくったんだ。一番多かった意見は、しばらく離れるべき、だったんだが、その中で、上手くなるしかないと言ってたのが、斉藤直樹さん。また直樹か。その動画ではスランプは目が超えたことで起こる、って言ってたんだ。その意見がダニングクルーガー効果と結びついて、納得したってわけね。そうなんだぜ。それに、せっかく目が超えたんだからもったいない。上手くなりたいならここで頑張るべき。という話だったんだぜ。なるほどねー。概要欄にリンクを載せておくので、スランプに苦しんでいる人は、見てみるといいと思うんだぜ。ここからはあくまで理論なんだが、このピークは一回だけじゃなくって、この先何度も訪れると思うんだぜ。弟子の道は厳しいわね。ちなみに今は何ができないんだ？体のバランスと、髪の毛ね。髪の毛は特に後ろ髪がうまくいかないのよね。でも、今描いてるイラストだって、描かない人から見ると、十分描けてるんだと思うんだぜ。そんなものなのかしらねー。うお、急に蛇がアップになったんだぜ。この絵を描いてる間、ずっとひねりのない平凡な絵だなーって思ってたのよ。で、いざ蛇を描く段階になって、そのまま描くと蛇が見切れちゃうことに気づいたのよ。ってことで顔をひょっこり上げてみたら、なんか可愛くってね。
これ、アップにして、ドヤ顔にしたら、ちょっとは面白いイラストになるかなぁ。って思ったわけです。それに合わせてサナエの表情も変わってるんだぜ。こういう偶然から生まれたアイデアって面白いわよね。スランプで悩んでても、こういう遊び心を忘れちゃいけないと思うんだぜ。そうね、あくまで趣味なんだから、楽しめないと続かないもんね。さて、ここからは仕上げ工程ね。まずは影をつけていくわよ。影をつけると立体感が出て、一気に完成度が上がるよな。そうなのよねー。この工程をやってると、スランプのことなんて忘れちゃうわ。じゃあ、一気に仕上げようぜ。あとは背景を描いて。色とレスをかけて。完成です。さて、今回はスランプへの向き合い方について話したわけだが、抜け出せそうか？そうね、どうなるかはわからないけど、とりあえず、このイラストを完成させたいわね。確か、旅の思い出って言ってたよな。そうなのよ、頑張るわね。というところで久しぶりに。本日の教訓。スランプは上達の証。前向きに取り組むべし。とは言っても、辛いものは辛い。無理せず休むことも大事だとは思います。ということで、今回はここまで。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。